成田緑夢は、大阪市住野駅出身のフリースタイルスキー、スノーボード、トランポリン、陸上選手。ピョンチャンパラリンピックの男子、スノーボードバンクドスラローム金メダリスト。新日本重設所属、株式会社サニーサイドアップとアライアンス契約。血液型 AB 型。本人の夢は、障害のある方や、怪我をした方、そして、子供たちに、夢と、希望。 諦めないここととの大切さを伝えること現在は走り高飛びで東京パラリンピック出場を目指している。1998年長野オリンピックではスノーボードのデモンストレーターを務め小学校時代から国際大会に出場した。2010年の時点でバンクーバーオリンピック金メダリストのショーンホワイトが見せた審議。 ダブルマックツイスト1260を一発で決める技術を持っていた。並行してトランポリン競技もこなし、上宮高等学校2年時の2010年8月、全国高校選手権の男子個人で歴代最高得点16.3点で最高難度賞を受賞した。2012年11月からフリースタイルスキーハーフパイプに取り組み始め、2013年1月、 2月の FIS ワールドカップに3回出場した後、2013年フリースタイルスキー世界選手権の日本代表に選出され出場。しかし2013年4月、トランポリンの練習中に着地に失敗、左足に飛骨神経麻痺の重傷を負い、身体障害者、手帳を6級相当と認定される。医師からは最悪の場合は切断。 歩けるようになる確率は20%と言われたという。その後、怪我を克服して、ハーフパイプ競技に復帰を果たし、さらに2020年開催の東京パラリンピックに出場するため、走り高跳びなどの障害者スポーツにも取り組むようになった。2017年12月、サニーサイドアップとアライアンス契約を結び、さらに競技に集中できる環境を整えた。 2018年3月9日より開幕するピョンチャンパラリンピックのスノーボード日本代表に選出。3月12日に行われたスノーボードクロスで銅メダルを獲得した。3月16日、今大会から実施されたスノーボードバンクドスラロームにおいて3回の滑走すべてで1位をマークし日本勢2個目となる金メダルを獲得した。 2018年3月28日、スノーボード競技からの引退を発表した。2018年春の法賞で、四重法賞を受賞。父は、スノーボードコーチの成田隆。長兄の成田道具と、姉の今井メロは、それぞれトリノオリンピック、日本代表として出場している。ありがとうございます。